回もあるよね。バドミントン会を盛り上げたい。ありです。ありです。で、その T シャツ可愛いっすよ。ありがとうございます。これね、ありたがって書いてある。読めな。読めないけど、A でしょ。リーダー、タカーでしょ。ありがとうございます。はい、かっこいい。かっこいい。ありがとう。今日は、今日何を教えてくれるんですか。ヘアピンはヘアピンでも、ストレートじゃないヘアピンってなんだ。なんですか。ストレートじゃないヘアピン。近い。ヘアピンはヘアピンでも。クロスヘアピンでしょ。おお。正解丸。何それ。それは俺の中学生の担任。中学生の担任先生。おい、山本くん、この問題わかるか。正解丸。俺は知らないけど、翔太が中学生の時ずっと真似してた。ということで、クロスヘアピンを今日はやっていきたいと思います。お願いします。はい、お願いします。クロスヘアピンなんですけど、いっぱい種類あるかもしれないけど、ちょっと喋りながら。正直、アリはクロスネットは使えるようになったのは昨日です。遅っ。え、ほぼ昨日。確かに見たことあんまりないですね。確かに。説明と話すのはできるんですけど、作ったのは昨日ぐらい。確かに、実践で見たことないですね。アリは早く触って、早く上で触って、スピンかけて、上げさせて、スマッシュって、永遠にしてればいいしょって思ってたから。クロスって概念はなかった。クロスって概念持ち合わせてないんですね。でも絶対あった方がいいから皆さんは使ってください。確かに奈良岡選手とかうまいですよね。めっちゃ使いますよね。やっていきましょう。普通パターンあると思います。誰でもいいから早く触って腕を下ろそうか。おお、まあ、昨日なんでね、覚えたてなんでね。中断を出ちゃう。足がない。ああ、ありがとうございます。で、なんでやりたいかというと、あんまりこう、面を相手に向けちゃうと、よく言うんですけど、もう伸びちゃうから、はいはいはい。クロスネットのつもりが、結構向けすぎる方にならないから、人はもう少し横向けた方がいいかなと思います。それを早く落としたいと思います。山本さんはいつ覚えたんですか、クロスヘアピン。翔さん、これは期待できるな。はい、おお。なんかそんな変わんないんですよ、レベル感。いや、レベル感あんま変わんないんですじゃあ俺ちゃんと確率入ってます。確率がいいから。確かに入れなきゃ始まんないから。これがまあ早いやつ。これ一種類目、うん、スタッフも全然早いやつやっておきますか。はいはい、バックハンドも立てといて、その横をベッチンとして、早く、縦に入るとね、早くは打ってるけど、バレちゃう、クロスね、うん。だから、ストレートのヘアピンと見せて、まあ、シックルとかで使うかな。ストレートと見せて、立てることによって、ラケット、くの字を作ってますね。くの字作って、ここから立てることによって、クロスにしようんですよ。クを立てるんですね。ではなくて、見せてから、クロス。うんうんうん。見せます。はい。もう、どんどんいいぞ。あ、そっち、それがいいです。うん。その
後半のやつがいい感じです。今覚えた。いつクロステラピーいつ覚えたんですか。今ね覚えました今。フォア側はまっすぐ振ってて、まっすぐ振ってて、重い、次バックを見せましょう。バックもさっきはこういう打ち方でしたけど、次は横縦作ってから、これもくの字を起こす感じですね。あ、いい感じ。ストレートがクロス、うんうんうん、が2種類いるかな。でこのクロスだから、それから触るところから次はこう見せてそこに当てるといいかなと思います。やっぱできれば上から取れた方がいいんですよね。まあね、1個目のクロスヘアピンの方がいい。1個目は早く落とそうなやつです。2個目はこう開いてみてこっちから見せてからクロス、うんためて、こっちで触ったりとかいろいろあるから、タイミングずらし、ちょっとタイミングずらしたら別にこうギリギリでずらせるやつもある。さっきはここで打ちましたけど、さっきはここで打ったけど、ためて打つのも待ってる人もあるかな。あ、使うっていう。まっすぐでここで打つじゃなくて、溜めといて、こっち回るよ。なんかそういう意味で、溜めて下回るよ。どこで触るかは自由かと思います。これが2種類。もう1個、やっちゃう？ふざけたやつ。なんかあるんですか？東京のマジなんですか？エクストラステージ。エクストラステージ。エクストラステージって言ってます。はい、切って逆、ね。原理で言うと、こう飛んでくるシャトルをこっちに切るんですよ。ほう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 。で、こっちに振ってるんだけど、面は斜め向いてるから、あれマーチ飛んでったって言うんです。これエクストラステージです。エクストラステージ。なんて言いました？エクストラステージ。でもこれむずいっすね。これはマジでむずいやつ。うまいよ。おー、エクストラステージだから何もできるか分かりますか。まあエクストラなんで。あ、今のいい。これバックハンドの方が多分むずいんだよな。嘘。なんだ。これで下こっち。あ、それもこっちなの。あ、いい感じ。今のめっちゃいい。おー、えぐい。指揮者床ヘアピン。すごい。
ください。まんまネプレ。まあこれはねなかなか特殊ですけど。まあこれはあの使用注意で。本番使用注意。本番使用注意。まあ、エクストラだけどな。でも面切るっていう動作は練習してね、いいのかなと思うんで。まあ、今ヘアピンでやりましたけど、こういう道具とかも、こういう、こうやってね、面切って逆に打つみたいなのを、こうやって、ネットを、上手い人は使う人もいるから。確かに。思うんで。ちょっとね、テクニシャンっぽく見えるやつね。そうそうそう。ちょっとずらしてもらうと、いいかなと。まずは、高いやつ。で、面に変えて打つ。うん、時間も自由。もし慣れたら時間も自由。時間も自由。自由時間。自由時間。時間も自由時間変更してる。意味わかんねえ。あと年も年も自由。朝はもう時間も自由時間も自由だし年も自由。年も自由。あと太麺細麺どっちでも美味しく食べれるとか鳥でやってますんでやってみてください。この動画がいいよと思った方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。以上アリでした。最後まで動画の方を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録グッドボタンの方よろしくお願いします。以上アーリーでした。